時のそばで寝てたんですけど、なんかすごい。おいしい。あ、いいですね。あ、いいです。あ、まだ使いますね。使ってください。使いますね。6,500g は食べました。またあドライをドライを昨日も毎朝 10g は粉々にしたら食べます。昨日の夜は食べないです。もう寝てなかった。あでもだって朝ってドライ食べなかったね。昨日までだから粉々にしていろんなそのささみとかいろんなのでもう混ぜちゃうとついでに拾って食べていく。ついでにももらってるもらってます。もうしばらくこっちでやりますからね。そのまま水に釣り合える。夜の分を今日飲まなかったらどうしようかと思っていつも持ってるんですけど。夜の分もください。それでもうちょっと早くやっちゃいます、はい、すいません。夜今日はあの例の一日おきの分が今日なんだよね。今日と明日とですよね。そしたらだからテロイド今日は飲ませますので、水槽は休みますからね、はい、明日も続けてってことですね、はい、そしたら、うん、わかりました。明日で終わりなんで、終わりなんです。そう、一日おきが明日で終わり。4回目しかやらせないですね。そうそうそう。あと薬も金曜日で一週間後に終わりです。ちゃんも違うね、もうあれかなと思ってからねえ、痙攣が起きてきて2日連続で起きたからもうちょっと。でも3月からトータルだったら3回起きてるってことですね。いやだからさ、そういうのが起きるとさ、だんだん頻度が狭くなってくる。あ、はいはいはい、ね、言葉多いです。でだってさ、肝臓悪いけどさ、はい、前も言ったようにアンモニアは一応まだ別だったっけ、153、ちょっと高いけど153じゃ肝臓肝性脳症でね、肝臓性の痙攣起きないもんね。でまた肝臓性の痙攣が起きたら止まらない、ずっと起きっぱなし、うん、もうこの間のあの小太郎くんみたいな、うん、そうなんです。小太郎さんかわいそうだったもんね、あの子ね。パクってくるでしょ。パクってくるでしょ。パクってやられました。ほらそういう顔するようになっちゃった。あ、なんかすごい怒るのが早い。はい、じゃあ一回吸入、吸入サウンドさせて、はい。